大寺恩寺と大岩東大寺恩寺は、中国陝西省のこと、西安市南東郊外約4キロメートルにある仏教寺院であり、三蔵法師、玄城ゆかりの寺として知られている。その古地は、東朝の都、朝安城においては、東南部、左外の進む正坊にあたる場所であった。隋の太閤城にあった、室寺の古地に、648年、皇太子の李を治むが、 坊没以前のために建立したのが大事恩寺である。その名は地母の恩に由来する。各地から領財を集め立てられ、その規模は寺院十数院を要し、建築物は総数千八百九十七間、高度像だけで三百名という大寺であった。貴重した現状は本寺の神座となり、寺地北西の本教院で仏典の簡易役事業に従事した。 当時での現状の薬教活動は658年までの11年に及び合わせて40部余りの経典が寛約された。現状の弟子である元は死から総称した宝奏衆を宣教し、ジオン大使と呼ばれた。652年大岩塔が建立される。当初は現状がインド、西域から持参した仏像や経典を収蔵するための塔であった。 当代半ば以降、大事恩寺の境内には大きな偽場があり、俗行や見せ物が行われていた。また、牡丹の名所としても知られ、それを読んだ多くの漢詩が知られ、富士も植えられていた。春には、寺が所有していた南にある通り前貌の安図園で安図の花が、夏には、寺の南池で蓮の花が咲き、秋には柿がなり、紅葉に包まれたと伝えられる。 845年の武装による解消の廃仏の時には、大御福寺、西、明寺、大正厳寺と共に廃寺を免れた。1550年に現在の大寺恩寺が建立されたと言われる。大寺恩寺正門。ありがとうございます。